岩倉智美、み、昇魂社を建設すること。安国神社系外図陸軍の原図を、明治13年安国神社がコピーしたもの。普通の地図とは逆で上が、南右側の赤く塗られた施設が神社本殿。中央の細長い楕円が競馬場。山道が競馬場を貫いている。馬場の一周は900メートル。 月岡義俊東京商工社内が愛人競馬図1871年観客が立水の余地もないほど押しかけている。詳細一家東京王商工社堺は図1870年の初の競馬の図。三代目、歌川広重、東京国慶名所、靖国神社競馬の名人1883年、商工社競馬場はコーナーが急カーブのために落馬は多かった。 庄根者競馬は1870年から1898年まで東京麹町区球段の庄根者境内にあった競馬場で行われていた競馬。日本人の手による最初の様式競馬である。陸軍では軍馬を出場させ、軍以外の一般からも競馬の出走者を募っている。翌1871年1月に第2回目の競馬を開催する。 第2回目までは商品を与えたり多くの観客を集めたような記録はないが、第3回目となる明治4年5月の例大祭で行われた競馬は観客も大勢集まる盛大なもので、陸軍は明治4年5月からは、昇魂者競馬の勝利者には商品も与えるようになっている。明治4年5月の競馬で陸軍が用意した商品は、懐中時計5個、ラシャエビス福祉5着、フランケット5枚、 ただし、競馬の勝利者には一生一品を与えたとあるから15レース行われたのであろう。1872年5月の競馬では各レースの優勝者にはおのおの白銀一枚、同年9月のレースでは勝利者に与えるものは、賞品から賞金に代わり各レースの優勝賞金は一円になっている。陸軍は毎年、将魂社、靖国神社の年3回の例大祭や、 臨時祭では必ず競馬を行い、軍からだけではなく、一般からの参加も認め、優勝者には賞を与えた。明治15年以降は、年3回、各お々のおの3から4日間行われる、霊体祭の中で、最初の2日間に、競馬は行われている。この後、賞金額も増えていき、出走馬数もだんだん増えていく。1回の祭礼で出走する馬は、 ピークの1896年11月の最例競馬では268頭にもなった。1891年から1898年の間の競馬では一番出走馬が少ない時でも150頭を数えたという。レース数も増え、明治20年5月6日の競馬では1日で20レース行われている。主として軍人による優壮な召魂者。 安国神社の競馬は大変な人気であったといい、月岡義俊や三代目、歌川広重の絵でも観客席が埋め尽くされている様子が書かれている。観客には外国人もいたようで、横浜根岸競馬で1871年から1879年まで活躍した台風運号は、将魂者競馬を観戦していたイギリス公使館付け医師、e ウィーラーが見出し購入したという。 陸軍では、軍として購入した馬を調教、選別の上で昇魂者、安国神社の競馬に出場させ、良い成績を上げた馬は力に見合った価格をつけて、払い下げを行っていた。昇魂者、安国神社競馬で良い成績を上げた馬は、富山や三田、横浜根岸市にも出走し、つまり、昇魂者、安国競馬は、最例の余興としてだけではなく、 和室の改良の一端も担っていた。しかし、靖国神社の馬場は近代競馬を行うにはあまりにも狭すぎて、競馬は1898年には中止され、1901年には馬場も廃止されている。ありがとうございます。